はい、じゃあそしたら今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、楽しかったです。本当に。お疲れ様でした。はい。今日どうでした？いや、もう。自分の DJ プレイは。いや、もう最初全く何にも決まってなくてどうしようと思ってたんですけど。なんかまあ自分がこう、なんか、スッて入れる曲から始めて。うん。でもなんか、まあ、そうですね。そのもう流れるままに。もうなんか自分の今のなんかちょっといろいろやっぱこの時代もあるし、エモいエモい感情をもう思いっきり表現できたかなと、なんかそうですね、ぶつけれたっていうことですよ。そうですね、うんうん、だいぶなんか自分と対面しながらこう本当瞑想じゃないんですけどなんかもうなんだろう、まあ、集中して。ナイス瞑想でした。ありがとうございます。迷う方の瞑想じゃなくてね。いやいやいや。そんなの嫌だ。本当に嫌だ。なんか、近々告知みたいなのあったら。はい、今週の土曜日に、ウームでオガランドっていう、またそれもエモい、DJ 小川という、名古屋の、重鎮が、ウームに、やってくるんで、そのパーティーで僕は4階でプレイします。おーいえ。はい。もうほんと、ウームの4階もファンクション1でめちゃくちゃ音も良くて、うん、なんだろう、どっぷり、音に疲れるようなプレイをしたいなと思ってますんで。いいね。はい。はい。あとですね、はい。来月の15日に僕がオーガナイズしてるリセットっていう、もう、このご時世を、もう思いっきり、もう本当、もう社会が、うちらのことをもう強制的にリセットしてくるんで、僕らは、ちゃんと僕らで、気持ちを、心をリセットしようっていうのが、一応テーマでやっていて。まあ、プラス、クラブシーンも、そんなにもう、20年前とかから僕は遊び始めてるんですけど、やっぱ、年々、こう、ちょっと、まあ、自信もあったりとか、なんかいろいろあったりとか、で、やっぱ、下火になってってるのをすごく感じるので、なんかジャンルとかでこう、細分化せず、もういろんないい DJ を呼んで、うん、DJ もあるし、ライブもあるし、うん、あと昼間、土曜日の昼間が盛り上がれば、クラブシーンがもっと盛り上がるんじゃないかなって思ってて、そうだね、なんかもう遊び始めるタイミングだったりとか、うん、あとは、まあ普段クラブ来れなくなっちゃった人、うん、夜遊べなくなっちゃった人とかも、うん、もう昼間はもう超チルな、もう気持ちいい、もうほんとサンキースなんで、あ、言ってなかった。サンキースペントハウスって、原宿のビルの最上階にあるクラブで、じゃあもう一回日程から。はい、5月15日土曜日の昼間、12時から始めて、まあ、今の、マンボウですか？はい。はい。それ次第なんですけど、うん。まあ、8時までなのか、9時までなのか、僕はできれば11時までやりたいんですけど、本当に、まあ、本当にメインのゲストは DJ 千田。イェイ。千田さん。もう大好きなんで、俺。もう千田さんに11時までできるんだったら、もう3時間セットを思いっきりこう、トゥーザナイトリセットっていう、まあ、夕方から夜にかけて、そっちの部門で、千田さんにできれば3時間やってほしいなと思って、僕がラストに出します。あと、昼間は、レオ松本くんって、松本族のハンドパン、まあ、いろいろやるんですけど、もう、ほんと、ビートの天才というか、ハンドパンの、スイスの、メーカーが一番有名なのがあるんです。そこのスポンサーになってるぐらい、もう、世界でもトップクラスの、ハンドパン奏者。プラス、まあ、彼がちょっと、年末に顎骨折しちゃったんで、その顎次第なんですけど、彼はビートボックスのチャンピオンになるんで、すごいライブが見られる、昼の部分で。あと、三丁目総じゃや、部長と、あと、ダブヤマさん、ダブヤマジャズを、の、こう、ラテンジャズセットと、あと、KT7、ウームのバンプの、大人気 DJ なんですけど、もう呼んでやります。イエイ。プラス、メスカルナ。美味しい、
メキシコから来た、メスカル、ロスダンサンテスっていう、もうほんと楽しく酔えて、しかも二日酔いがないっていう、をフィーチャーして。最高。はい。もう、僕の絵も展示します。僕絵描いてますけど。忙しいね。美味しいタコスもあります。はい。皆さん、早い時間からぜひ、もう満喫しに来てください。空が気持ちいいです。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。どうも。ありがとうございました。また来てねまたよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。